西野正樹で、西野正樹と申します。本日のゲスト、この方です。どうも、杉浦太陽です。おはようございます。おはようございます。晴れましたな。晴れました。晴れました。ようやく釣りに行きます。やっとこそ晴れました。本日はですね、僕のチャンネルの方でマゴチと、マゴチ太陽くんのチャンネルの方でタイとなっております。せっかくなんで勝負しましょう。大きさ勝負。お、大きさ、大きさです。本数じゃなく大きさです。あくまで。じゃあマゴチはマゴチ、マゴチはマゴチ編、タイは大変で、まず釣れますようにやな、はい、マジ頼むわ。ビッカビカ、ここが一番濡れないから考えられへんぐらいビッカビカ。よーし、来るぞ。よーし、スタートフィッシング。スタートフィッシング。おお、これは食ったんじゃない。来たんじゃない。お、でけえ。ホウボウ、このホウボウはでけえ。釣りましたわ。今からこのジグヘッドアームでマゴチを狙っていきたいと思います。しかし寒い。マゴチはズルズルズルっと底を引いてくるだけ。ベタ底にいるから風がきついのよ。コンディション最悪です。最悪だ。だってもう風やばいよね。帽子飛びそう。めっちゃ寒いよ、マジで。マゴチさん、連れてください。こんな寒いとは思わへん。昨日暖かかったから。もう夏が近づいてるイメージだったのにな。そうなんすよね。この映像には伝わらないこの寒さ。マジ、マフラー欲しい。なんならだって T シャツでやるぐらいの勢いやったのに。いや、ほんまよ。いいね、そこもちゃんと取れるよ。一回一回ピタッと落ちるもん。釣れへんど。船が速くてダメですよ。めちゃくちゃ流れちゃう。え？ということでね、タイラバーダメ、マゴチダメ、最終兵器のシーバス中、ナウナウ、こっちはワーム、こっちはスピンテールジグってやつですね。クラゲが多すぎて、ただ魚気がゼロなんですわ、ここも。当たりがあればまだやる気は起こる。まあまあ引き続き頑張りますんで。頑張っていこう。頑張ります。これはシーバス釣りでも穴打ちって言って、このこうバースっていう橋下駄というかさ、そこにこう物陰に潜んでるシーバスを狙う釣り方。これをだから橋下駄にタイトに落としてこう釣っていくっていう。よっしゃ、来た。素晴らしい、素晴らしいよ。おめでとう。やった、来た。おめでとう。ちっちゃいけど来た。来たよ。おめでとう。やった、やった。よかったね。平成号、平成号、やったや。やったね、よかったね。これはお見事。
釣りの申し子釣りました。もう俺自分だけ嬉しい。やったね、よかったね。高級魚、高級魚釣りました。保険のシーバス。俺今日釣ってへん。そういえば俺今日釣ってへん。やばい、太陽くんがものすごい焦り出してる。ノーヒットなんで、フル坊主なんで、フル坊主なんで今のところ。フル坊主だわ。じゃあちょっと俺もやっていこうか。ちょっと太陽くん、ワームの方がいいっすよ絶対。タイトに狙える。あ、確かに。これは根掛かりが怖いんで。それもあるな。うん。あ、いいとこ、いいとこ、いいとこ。来た。ほら。来た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 。ビギリビギリ。おお。いいとこって言った瞬間、シーバスが釣れました。おめでとうございます。ほら、ワームにした方が良かったでしょ。やっと太陽くんに魚が長かった長かったな。今日今何時今何時2時、かれこれ8、9、10、11、12、1、2、7時間7時間釣っての1匹まあ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 。ちょっと太陽くん、そろそろワーム返してもらっていいですかどう、この釣れたらさ、2人とも饒舌になる感じ。大きさ的にはさっきのとどちらが。いや、 こっちの方が全然大きいです。あと種類も違うし。魚種がね、50センチぐらいありますよ。ほら50。おー、ほんとだ。大きさ勝負でしょ。あ、そうですよね。大きさ種類が違うもん。シーバスでも、こっちは何シーバスでした普通の大陸スズキ。大陸スズキ。俺のはヒラスズキ。ほら種類が違うもの。でも大きさ勝負って。違う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 、だから違うやんか。魚の種類が違うねんから。まあスズキはスズキ。よかったですね太陽さん。何が何が。来た。お、ナイス。やっぱ相手投資やな。さすがまさき。ノーマル。ノーマルじゃない？ヒラだ。ヒラだ。またヒラ。いる。しかもサイズアップ。ヒラのサイズアップでございます。はい。銀ピカ。でも結局今日本命2人とも釣ってないですけどまあ締め時ですか。そうですね、締めますか、はい、同じ種類を1回も被らなかったな。そうですね、だって本命が釣れてないんですから。なんて言ったって今日オープニングではタイとマゴチと言っておりましたが、はい、1回も見てない、本命は1回も見てないんですけども、釣れたのがホウボウとこのヒラスズキと普通のシーバスという風になっております。次回は太陽くんの持っている太陽丸で、今回ドローという結果になったの で、はい、そちらの方で決着をつけたいと思います。ぽっちゃりが来ましたよ。ぽっちゃりが、早おいで、早お、早おいで。あざーす、あざーす、あざーす、あざーす。走らせないでマスクしてるとつらいのよいやいや、体型の問題よ。五十嵐俊二で、五十嵐俊二と申しますベビウスで出会い、はい、あの時は君も細かったですけどね。そうですね、あの時はまだね50キロ台だったんで体重もまあ何キロよ。90です。